ご迷惑をおかけしました。前回は失礼をしまし。申し訳ありません。昼間はどうしても眠たく。でも主に謝ろうと頑張って。はい、失礼します。横になっていいですか？頑張って話をしに来ました。それでも眠気には勝てそうに。それは無理です。先ほども言った通り、ホタルは夜に多く。でもホタルはきちんと行動していますよ。夜の見回りや間がつきの対峙もしているのです。私も一緒にどうですか？来てくれたら仲間が増えて嬉しいです。夜に働けば昼に働かなくても許され、ホタルと主で夜更かし。主が一緒だと心強いです。ホタルと二人で。ホタルはまだまだ元気ですが、夜の見回りを一緒にすると約束しましたので。わかりました。ではまた今度誘いに来ます。おやすみなさい、主。